いやー、しかしカサネちゃんは有能だよな。なんだか皮肉みたいに聞こえるわね。皮肉なら皮肉らしく言うって。俺って案外人を見る目はあるんだぜ。素直に受け取ってくれよ。このタイのメンツとうまくやれてるって正直相当なもんだぜ。マジで脱帽するわ。カサネちゃんのクールな心を少しは俺があったかくできてるんじゃね。別に温かくしてもらう必要はないけれど、あなたが意外と人のことを考えてるのは分かったわ。
うっとりしちゃうわ。嵐といろいろ話してみるのもいいかもしれない。やはり重ねが良ければ私を死と。そう言ってよく分かっているじゃないか。うん、重ねは見ていて飽きないね。私の好みが分かってるじゃないか。ありがとね。以前君に仕事を頼みたいと言ったのを覚えているかい？レーションをおごった対価に手伝えって話？そう、今から頼むよ。やりがいのある仕事だから楽しみにしてくれたまえ。何これ、空きボトルにジャンクパーツ、大量のお菓子の袋まで、全部ごちゃ混ぜじゃない。その通り、分別よろしく。どうやったらこんなにたまるの？片付けるのが面倒でついサボってしまったのさ。そうだ、カサネ、このゴミ袋も頼むよ。乱暴に投げないで、またゴミが散らかったじゃない。これって珍しいわね、手書きの手紙なんて久しぶりに見たわ。ああ、それか。そのまま捨てていいよ。でも未開封だし、差出人は吹雪連隊長じゃない。中を確認もしないで、大事な内容だったらどうするの？だったら最初からメッセージで来るだろう。そんなアナクロな方法じゃなくてさ、気になるなら君が確認すればいい。じゃあ開けるわ。さすが重ねだ、躊躇がないな。どうだった？驚くようなことでも書いてあったかい？いいえ、要約すると吹雪連隊長の近況報告ね。あとコーラの飲みすぎに気をつけてって。だろう、あいつどうでもいい内容をたまに手紙で送りつけてくるんだ。意味がわからん。メッセージなら返事もするが、手紙だぞ。開封するのも面倒だよ。わざわざ手紙を出すってことは、そこに何か特別な思いや伝えたい気持ちがあるんじゃないの？だとしたら、そういう機会は大事にしないと。私たちにはいつ何が起きるかわからないんだから。思いね。ま、わからないでもないが、実際のところ手紙はかさばるし保管も面倒だ。それに手紙が来たのならあいつが元気でいるってことさ。だからこれはゴミでいい。
それに私は吹雪ほど兄弟思いじゃないんだよ。意外と頭が固いんだから。その通りだ。さすが重ね、鋭い観察眼だね。つくづく私やお姉ちゃんとは違うのね。特に嵐の弟への執着のなさといったら。でも嵐、未来で見た吹雪連隊長を覚えている？ああ、それが？あの時嵐は怒ってたんじゃない？亡くなった弟を目の当たりにして、兄弟思いじゃないなんて言ってるけど、私にはそんな風に見えないわ。なのにどうして？そりゃ、まあさすがに死んだら怒りもするさ。人間の感情は不思議なメカニズムだとは思うけれどね。そうなの？そんなことより重ね、さっきから手が止まってるようだぞ。え？雑談でごまかしてこのままゴミ捨てをサボるつもりじゃないだろうね。嵐じゃあるまいし、そんなつもりないわよ。それはよかった。だったらあとは頼むよ。私はサボるのに忙しいのでね。これで失礼する。はぐらかされたわね。私も長いこと海抜群に身を置いてきたが、重ねみたいにできる新人は珍しいね。仕事を押し付けやすい新人ってことでしょ。私だって誰にでも仕事を押し付けるわけじゃない。こなす能力があると思える相手だからこそさ。それに重ねは仕事だけじゃなく個人的にも信頼できる相手だからね。というわけで、これからも存分に私の手足となって働いてくれたまえよ。の良さをたくさん見つけつつあるよ。私が面白い。でも誰かを知るって悪くないわね。少し休んでおこうかしら。みんな休憩はもう十分よね。そうだな、あまり悠長にしていられない。渡月から追っ手がかかっている可能性もあるし、注意した方がいい。できるだけ私の方でもサポートするからね。相変わらずハルカは優秀だな。ユイとタイの方の渡るもできるやつだと思ってたけど、ハルカもめっちゃ優秀。さすが双子、いつもありがとな。愛してるぜ。お兄ちゃんの名前を出さなければ完璧な褒め言葉だったわね。でもありがとう。よく恥ずかしげもなくそんなことが言えるな。お前むしろ人を褒められないことが恥ずかしくない？貴様にそんなことを言われたくはない。京花、嵐、行きましょう。カゲロウとシデンはここでじゃれ合いたいそうよ。だってよ、じゃれ合うか。シデン、殴り合いでも超能力でも未来の若者には負けないぜ。うるさい、僕をお前のグループに入れるな。しかしセイラン政府に話をつけるとして、どこから攻める？確かにセイランの町へ行く前にそこを考えておかないといけないわね。セイラン政府にコネなんてねえからな。マスコミに顔の広い嵐でもダメか？好奇心をいなし、イメージ戦略に利用するのは得意だが、
こちらが都合よく使うとなると難しいね。ましてやそれが政治利用、その上聞く人間からすれば突拍子もないザレ事だからね。本当なら噂レベルで市民に情報を流し興味を高めた上で伝えるような内容だし。さすが元スパイ、参考になるわ。褒めてくれてるんだろうけど、ちょっと複雑な心境ね。ん？おい、話に集中しろ。前に来た役人はどうだ？ユイトを暗殺しろって話を持ってきたやつがいただろう。ナオミの件で揉めちゃったし、素直に私たちの話を聞いてくれるとは思えないわ。カレンならセイラン政府に話をつけられそうよね。なるほど、カレン連隊長か。確かにあの人なら。そういえばナオミの研究所で会った時、慌ててどこかへ向かっていたわよね。今どこにいるのかしら。あ、待って、みんな、特異生命研究施設に変化があった。ナオミのことで監視してたのが幸いしたわ。これは怪異兵器の運搬を始めてる。運搬？どういうこと？転送能力者によるピストン輸送をするみたい。目的地は水波川、その中にナオミも含まれてる。お姉ちゃんも連れ出して一体何をするつもり？怪異兵器をわざわざ運び出す時点でろくな目的じゃない気はするが。計画書なんかは残されてないか？動くにしても理由はあるはずだ。待って、あったけどほぼ黒塗り。あ、でも責任者の名前が。え、本当に？一人で驚いていないで、早く教えて。怪異兵器を持ち出そうとしているのは吹雪連隊長なんです。吹雪が？なんであいつが。スプリング製薬が運営している研究所なんだし、吹雪が何か関わっていてもおかしくはないけれど。それにカレン連隊長が関わってるのかも気になる。関わってるとしたら。理由なんて今はどうでもいい。現地で聞き出せば済む話よ。そうだな。どっちにしろナオミちゃんを助けに行かねえとな。ああ、吹雪が指揮を取っているなら話もしやすいはずだ。転送能力者だって一度に怪異兵器を運びきれるほど人数を揃えられているとは思えないしね。ピストン輸送とはいえ、転送と転送の合間に休憩が挟まるはず。きっと今からでも間に合うわ。手が出せなくなる前に急ぎましょう。吹雪連隊長は水波川で何をするつもりなんだろうね。怪異兵器を周防に移送するつもりかもしれない。そうなったらもうナオミたちの安全は保証されないぞ。早くお姉ちゃんを取り戻さないと。急ぎましょう。攻撃を確認したけど大丈夫だった？水浸しになると動きにくいのよね。今のは見事だったね。やるかい？なかなかいいものが出た。
強化の複製能力が役立ちそうだ。この辺りにある重機、タイミングよく使えば攻撃に役立つかもしれないわね。やるか。やるじゃねえの。何厳しい。命あってのものだれだ。やられたわ。敵は麻痺状態ね。今のうちよ。あとは任せてよ。まだまだ。ほらよ。ここ効いてるわ。重点的に狙って。この程度。Thank you.
付近に物資反応があるようだが、取りに行くのは任せるよ。無駄よ。今のは鮮やかだったな。僕には踊るが。お前、顔色一つ変えずよく飛び降りたな。なかなかいいものが手に入ったわよ。